さあ今日のゲームを振り返りましょう。そのディクソンの立ち上がり、まあ、初回は三者凡退に抑えたんですが、2回先頭バッターの村田が完璧に捉えました。オープン戦第1号のホームランでジャイアンツが先制です。そして4回ランナー2人置いて阿部、1・2塁間を破っていきます。タイムリーヒット、これで2点目。まあ、しっかり中軸がね結果を出しています。ロペスは右方向ライトオーバー、これがタイムリーツーベースと3点目が入ります。今のも逆球ですよね。捕まったのは4回でした。そして菅野のピッチング、これは2回、 T 岡田をフォークボールで三振。さらには川端はまっすぐ、バットが出ません。そしてこれは4回、坂口も落ちるボールでした、バッターがこう振りたくなるところに落ちていってるんですよね。はい。さあそして吉田和正が2人目、これが6回です。先頭バッターの村田を三振に打ち取って、まあ、ここまで良かったんですが、その後スリーツーから阿部に右中間を割られます。これがツーベースヒット。その後ロペス、外のボールをセンター前、これがタイムリーヒット、これで4点目。矢野も続いていきます。さらには橋本のタイムリーヒット、ルーキー対決小林が詰まりながらもセンター前、2人帰ってきます。7点目。さらにランナー置いて坂本の一発、これがツーランホームラン。6回吉田和正6失点です。ジャイアンツ9点目が入りました。そしてジャイアンツは3人目の西村から坂口がライトオーバーの、これが3ベースヒットになります。ただその後 T 岡田を三振、小島も三振に打ち取ります。いいボールですね。そうですね、これはさすがでした。そしてジャイアンツは8回から久保がマウンドに上がって、8回ツーアウト2塁で島田、これ低めのフォークボールよく打ちましたね。いい役になりましたね。ようやくバファローズが1点を返します。9回平野義久がマウンドに上がって、アンダーソン、さらには坂口を連続三振。実松はここはサードゴロ、9回を3人でピシャリと抑え込んでいます。結局試合の方は9対1でジャイアンツが昨日に続いて勝利しています。